にちは。現在フェリーで帰っております。徳島フォルティス線行ってきました。いや、行き方ちょっとね、いろいろ迷ったんですけど、結局高速バスは使わずフェリーに乗って、フェリー降りてバスを乗り継いで、ポカリスエットスタジアムに着きました。試合はと言いますと、やっぱりね、前半調子がね、めっちゃ悪いんですけどね、ここ最近毎回前半が調子悪いんですけども、今日も悪くって、そのまま後半に突入しまして、フォルティスに1点先に先制やられたんですけれども、シモビッチのシュートフィリピン・ガルシアが押し込んで同点にして、そのあとシモビッチとフィリピン・ガルシアがワンツーを決めてからの長い量のヘッドで逆転に成功したんですけれども、その後もう1点ね、ゴルフに狙いまして2対2の痛み分けです。これで順位が、ね、湘南の結果次第では1位から2位になってしまう感じですけども、まあアウェーでの勝ち点1はいいとしましょう。来週はレノファ山口県でしょうか、まあ、これ勝ってね、2位以内には入れるようにしてほしいです。それでは